はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、それでは変化球セレクションガチャ、前回の続きからで駆け込みの追いガチャになります。50連目からになりますので、特に確定枠はもうすでにないですね。一応50連目以降になりますと SR、PSR の出現率が2倍と、なってまして、まあ、3回ずついきましょう。3回ずつというわけで、じゃあ50連目のガチャを引いていきたいと思います。ほい、あとは2倍でとりあえず入ってたか。キャラにもよるけど2枚、2時点の R はいいね。キノコか、キノコはどこまでいける。 PR の神楽坂くんいいね。もう本当に開放用だからね。一ノ瀬の PSR か。一ノ瀬もね、使いたいは使いたいんだよね。50になるとですね、練習効果アップ 10% が、まあ、つくんで、どうだろうね。従前たる一ノ瀬で練習効果アップがさらについてるんで 15% にはなるのかな。で、試合経験点ボーナスがあって、タックも70で悪くないでしょ。で、あとは変化球ボーナスも8つくんで、まあ純粋に変化球を稼ぎたいって言うんだったら一ノ瀬もね、俺はありだと思うんですね。で、コツがね、ただ何もないんで、本当に経験点用目的というところと、金徳が不確定だけれども、一ノ瀬ってイベント内容的に強化されたんだっけ、なんかよくわかんないな。まあそんな感じでしたと。まあ一応 PSR は出てくれた。あと、鳴海の PR が出てますね。では、60連目いきます。ほい。お、虹が来た。いいね、いいね。効いてるね、その2倍が。キラーンはなし。うん、まあまあまあ。ルナちゃんか。ルナちゃんもまだ。で、虹谷の PR。アーサーか。アーサー最近見ないな、このガチャでは。という感じ。なるみ神楽坂くんが最大の目的だからね。これはさすがに入ってないかな。うん、まあしょうがない。あとは PR がどれだけ来てるか。神楽坂がある。神高が多いな、という感じでした。あともう30連あともう30連やるか。じゃあ少々お待ちを。はい、じゃあちょっとね、石の方を補充してきましたので、これ何十連目とかはもう出ないんだ。全部で何回やってんだっけ。40連やって3回やって80連目いきましょう。ほい、さあこれはね、入ってるかどうか分かんないんだよね。一応金の玉でキラーンが来ると、あ、入ってたね。さっき同じ演出で入ってなかったよね。よし、神楽坂くん虹谷もまあまあ R だけど、嬉しいは嬉しいね。またルナちゃんか。ルナちゃんでも一応これで SR プラゴになるかな。では、よくわかんない、40連目。でもやっぱ SR2 倍になってるとそれなりには効いてるよね。って言っても確率だからね、3回に1個入ってるかどうかっていうのが期待値的なあれかな。PR の一ノ瀬、なるみの R、 これどこまで解放できるんだ。ちょっとこれやって解放状況によってはちょっと考えるみたいな。一応これで終わりにはしたい。またわからない演出だな。入ってるかどうかよくわからないやつ。入ってない。一応 PSR はね、1回出てくれたんで、アーサーの PR、 ルナちゃん、ナルミ、一ノ瀬というような、感じなので、ちょっと1回整理をします、ボックスの方を。じゃあね、もうせっ
かくなんでもうちょい引いときたい。なんかね、沼にはまりそうな気はするけど、今ねパワーストーンが1000あるんで、これで4回引けるんですよ。それでちょうどね150連になると思いますので、まあそこら辺まではね引いていきましょう。まあ、せっかくね、いいガチャが来てて、これ期間もね確かに短いんですよね。今もう4月1日で日付は変わっちゃってるところで、1週間、なくして終わっちゃうんで、まあ、4月1日になると何かが起こるでやんすみたいなことを矢部くんが言ってるけど、まあこういう時に引いちゃいましょう。というわけで残り4回やってきます。3回に1回くらいはでもなんか SR は出てほしいけど、そう考えるとやっぱ相当確率は低いよね。2倍が効いててこれだからね、通常時はなかなか引いてられないわ。 R ばっか、あ、そう、ルナちゃんの R 欲しかった。あ、 PR もあるか。これルナちゃんはプラゴに戻せるな。あ、いいね、なるみ。そういやプレゼントボックス整理してくるの忘れた。なるみと神楽坂くんはちょっと無理だね今回。こっから先1枚ずつ SR が入ってないと。グッググッポン。ああ、これはナス、これは絶対ナッシングかな。今のところ4回連続で出てないか。野球マンはねもういらないんだよね。虹谷にもなんかちょいちょい入っててくれんな。お、神楽坂くん、よしよし、もう取れるときにねちょっともう確保しておくと。残り2回、ポン。あー、来ないか。最初の方はね良かったけどね、やっぱそういうもんだよ。全体的な確率を見るとまあそんなもんかなっていうところだとは思います。アーサーもねいいね。あ、なるみが、お、いいね。神楽坂くんもちょいちょい PR が入っててくれてるんで、まあそれはそれでいいかな。じゃあこれが最後の150連目になるかな。だって4回引いて5678910111213、あ、14、違った、140連だった。これは、これ入ってなかったらちょっと悲しい結果になるけど悲しい結果になったな。最後60連くらいが全く SR は出てないかね。よし、まあ、なるみと一ノ瀬、アーサー、うんうん、まあそんなもんでしょう。というわけで、とりあえずこれでどこまで解放できるかだね。結果だけお見せする感じがいいかな、ちょっと。じゃあちょっと解放の結果だけ見ていきましょう。アーサーはですね PSR がプラ1になりました。 SR のねプラゴを作り出して突っ込んだんですけれども1しか上がんなかったんで、現在プラ1になってます。で、あと母体がこんな感じ、母体っていうかなんていうの、素体っていうの、 SR が1枚あるんでこいつをまた育てていって解放するという、流れになります。あと今回の人としてはなるみはねもうちょっと全然出なかったんで、ここにプラ4が置いてあって PR がプラ3と PR が1枚残ってんな。でまたこいつをね、母体にして、育てていくという感じになってます。で虹谷も PSR は持ってるんですけどプラ5が1枚あって、であと2つ SR があって、まあ、プラ53体作り出したらとりあえずぶっ込んでいこうかなと、思ってます。PR がね、プラゴが2体あるんで、まあ、うまくいけば PR3 体でプラゴまではまあ本当にうまくいけばだけどね持っていけるんで、虹谷も、まだもうちょい先になりますかね。まあ、ただ虹谷はね常設っていうところが、いいよね。であとは通常のルナちゃんね、二刀流ルナちゃんにもうほぼぶっこんじゃったんですけれども、今回で一応プラゴにまた戻すことが、できましたというところですね。時々使う、まあ、選手兼彼女キャラの変化球練習なんで変幻自在がね被らなければ、まあ、時々使ったりします。強化街道で、2、3回使ったかな。あとは誰だ、
キノコくんはここに SR のプラゴがあるんだけど、ちょっとキノコくんまだあんまり整理しきれてないんで、そのまんまで野球の1号についてはもう PSR がプラゴなんでほっといて、で一ノ瀬か PSR のプラニですかね。でここにまた開放用の素材が、残ってるんで、まあ、一ノ瀬はねそんなに頻繁に復刻するキャラじゃないんでちょっとあれなんですけれども、こんな感じです。あとはそうですね、神楽坂くんはね SR プラゴを作り出してぶっ込んだらねやっぱ2解放してくれたんで現在プラ4になってます。だからこいつをねここにある素材を鍛え上げればプラゴになるというところになってます。で暗黒スバルは、まあ、別にちょいちょいちょいと多分やっていけばあと1なんでなんとかなるでしょうと。他神高はプラ1ですね。で素材が、こんな感じです。1枚あって、PR のプラゴが2個あってみたいな感じになってるので、神高もね最近あんまり復刻しないよね。まあ、昔はね、強いキャラだったと思うんですけれども、ちょっと体力を削られすぎるので、今はもう全然使ってないですね。まあドクター系もねちょっと不確定っていうところもあるし、ドクター系はどうしてもね虹谷とかがいるんで、神高はもうだいぶ出番は減っちゃってますね。まあ、そんなところで今回の変化球キャラに関しては、こんなところでしたと。まあやっぱりね PSR の解放がきついよね。これだけやってなるみと、まあ、神楽坂くんがね、PSR プラ2からプラ4まで持ってけたんでそれはでかかったんですけども、やっぱプラ5を作り出すってね相当きついですね。まあそんなわけで、あと佐伯さんが出た時にどこまでやるかっていうところで、今回は大丈夫博士像は全然突っ込んでないです。大丈夫博士像はまだ割と残ってる方なんで、まあ佐伯さんがねもし来たらちょっとそっちの方に突っ込んでいこうと、思います。まあそんなわけで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。